南口東中山駅は、千葉県船橋市東中山2丁目にある、京成電鉄本線の駅である。駅番号は、KS19。当駅は1935年中山、競馬場前駅という臨時駅として設置され、1953年に、常設駅の東中山駅として開業した。1978年に、当時の日本国有鉄道武蔵野線。 船橋方店駅が開業するまでは、中山競馬場への最寄り駅であったことから、料金不要列車のすべてが停車する主要駅であった。その後、1985年に設定された通勤特急が通過するようになり、さらに1991年には、京成小岩駅とともに特急停車駅からも外れた。それ以来急行と普通のみの停車となった。ただし、レース開催時には、 特急の一部列車が臨時停車する。島式ホーム2面4線の地上駅で、京上駅舎を有している。駅長配置駅。対比設備があり、京成成田方面に6両編成の列車が入線可能な引上げ線がある。また市川まま京成津田沼間で唯一折り返しが可能な駅である。当駅には、通常の改札口のほか、中山競馬場でのレース開催時等、 卓脚機に使用される臨時改札口が隣接して設置されている。2020年度の1日平均乗降人員は4995人で、京成線内69駅中、第45位であった。近年の1日平均乗降乗車人員推移は、下表の通りである。駅北西側には、市川市との地域がある。JR 東日本。 東京メトロ、東洋高速鉄道の西船橋駅、JR 東日本の下嘘中山駅は、当駅から1 5キロメートルの場所に位置する。駅南側には、京葉道路、国道14号、県道179号、県道283号、駅東側には、県道180号が通る。中山競馬場羽黒神社北口にある、 中山競馬上行バス乗り場駅北口にはバス停留所東中山駅があり県道180号沿いにバス停留所東中山駅入口がある当駅は列車の折り返しが可能なため事故等で普通区間が発生すると当駅折り返しの列車が多数設定されるかつては定期列車でも以下のような東中山に行きが存在していたありがとうございます